いよいよ来月開幕する佐賀2024国スポ全勝スポ。国体が国スポへ。記念すべき大会が佐賀で開かれるとあって、地元のスポーツキッズたちも盛り上がっています。今日はフェンシングです。こちら佐賀プラザにあるフェンシング場でいつも練習されているそうなんです。小学5年生の野方大輝選手、去年香港で開かれた国際大会ではサーブルで優勝、フルーレで準優勝を飾るなど、将来国スポでの活躍が期待されています。野方くんの一番の得意技って何ですか？得意技はフリムっていう。フリム。野方選手の得意技フリム。相手の攻撃を下から払い、手首のスナップを効かせて素早く突く技です。年齢とか体格から考えるとスピードはやっぱり速いですね。まあ、将来の代表選手十分狙える才能はあると思っています。今フェンシングをやってて一番楽しい時ってどんな時ですか？自分の技が決まったり、自分が勝てなかった相手に勝ったりとかが楽しいところ。今回の国スポには年齢制限のため出場できませんが、将来は国内そして海外での活躍も目指して練習を積んでいます。国スポは、まあ、日本のいろんなところからこう選手が来るわけなので、まあ、自分も高校生ぐらいになったらやってみたい。これからの目標ですけど、はい、定めてるものありますか？はい、この先こうなりたいみたいな。日本代表になって、でそれでオリンピックで優勝すること。先日のパリオリンピックでも金メダルを獲得するなど、日本人選手の活躍で盛り上がったフェンシング、国スポでも注目です。